東大阪の事務所ですけどね、今、うん、スタジオですけど、うん、僕の前にちょっとね、うん、大きな刺激的なねむせるわ、映像をちょっと今見てきたんですけどね。映像を見てきた、生見てきた、生ね生見てきた、フェラーリ、フェラーリ見てきた、フェラーリ見てきたんですよ、実は。本当、ええ年になりそうやな、ええ年になるね、いきなりだから。美しかった、美しいね、優先形はね。今日は、今日はですね、まず一つは新年の抱負というのをちょっと聞いて、あとですね、豊富な、海外の体験というかね。なんなんそれ、ちょっとね、聞いてみて。今日眠たいのよ、めっちゃ、今日なんか2時、今日2時ぐらいの見たわ。今日は2時やわ、いつも3時ぐらい、今日2時ぐらい、今日2時前ぐらい来たから。だからもう今もう夜みたいな、今は何時、今日2日ですけど、ね、今お昼12時半、はい、もう夜みたいな感じの、うん、今日2日ですけどね、うん、元旦は何かされたんですか。ずっと仕事、ずっと仕事、ずっと仕事してた、ずっとずっと仕事、もうおとついもちょっと眠いな。はい、元気出していこう、私も、はいはいはい、私もやろう、しっかり、はい、しっかりやりましょうやってますから、やってます。はいはい、何、はい、抱負、新年のまあこう目標というかね、まあいろいろ目標あると思います。今年に限ってここまではやりたいなと、うん、いうことがあれ限ってね、うん、ただ YouTube でもいいしね、うん、これの仕事もあるだろうしね、うんうん、他にもいろいろあるんだ。もう毎年やんな、でもな、新しいことやっていきたいよな、うん、毎年毎年やっぱ新しいこと、新しいこと、うん、まあまあこれはもうそのでもちょっと揺れた地震違うな、まあまあ、新年、お正月の時に限り、新年のな、うん、始まりの時に限らず、やっぱりずっと新しいことっていうのは思い続けてるんだけども、うん、あなたは私もありますよ、新しい金融システムです。何金融システム、はい、また怪しいことするの怪しいことをするの、今保険金融やってますけども、うん、それをちょっとよりこうしっかりした仕組みをね、うん、IFA という、うん、ことをやっていこうかな。怪しすぎるから聞いてる人も、まあまあまあ、どこでも置いておきましょう。はい、で、あれだな、やっぱりその全然今までのね、うん、今までの事業の中の流れからちょっと全然その同じね、うん、同じ流れの中でやっぱりビジネスって拡大していくのがやっぱり拡大性あるやんか。そうです、リスクがなくてね、はい、で早いわけよ、スピードがやっぱり、うん、同じ流れ、うん、今やって現状やってることの流れの中の延長線上で、もう少し新しいマーケットをこう広げていくっていうような形とかが一番やっぱりね、拡大性があってスピードも速いのかなと思うんだけども、うん、けどもやっぱりやっていきたいことってやっぱあるわけよ、はい、全然、うん、で、じゃあどういうことなのかというと、やっぱり僕一人でも、うん、俺一人でやれるよね、やっぱりビジネスの、うん、一人でね、まずはね、うん、ですか、うん、一人ちょっと今日気合い入りすぎてる、なんでですかね、一人で、はい、やっぱりこの間から言ってるように、このね、去年の秋ぐらいからちょっと始めた、うん、やっぱ不動産か、かな、なるほど、うん、面白いですよ、もう本当今何、おもちゃ見つけたような感じ、もう寝る間も惜しんでやりたいって感じで、じゃあ具体的にどういうことをするかというと、うん、これで言ったように事件、うん、ね、事件物件を購入して、それなりのものにして、再生してるね、そうそう、入居者さんにね、うん、入居者さんであったり実需の、ユーザーさんであったり、はい、喜んでもらえるようなリフォームと手をかけて、うん、好きなのよな、だからこういうお家があったらいいだろうなとか、うんうん、こういう例えばキッチンにしてもそうだし、うん、あと水回りね、お風呂にしても、うん、おトイレにしても、うん、こういうものがあったらいいだろうなっていうのはいっぱいあるわけよ、もうで、ほらうちの店舗なんかはどっちかって言ったらプロフェッショナルに関しては店舗ね、店舗いつも改装してるわ、しょっちゅうやってるでしょ、医療のね、しょっちゅうやってる、ここもそうやな、これ、うん、センス抜群なんですよ、
遅いけどな、ちょっとスピードは、うん、でまあまあ彼らとこう協力し合って、うん、そういうことを一回やっていこうと、うん、でまあ時差問題、じゃあ、数字としてはどれぐらい狙うねんっていうのだったら、今実際やってるビジネス、今の現状の店舗を、うん、ビジネスの方ね、うんを2年では追い抜きたいなと、僕一人で一人で、ね、やりたいなと思ってるよ。まあその他にもあるけどな、まあ、まあ、とにかく今頭の中では不動産とかね、まあ将来的な資産管理とかね、いろんなことも含めて10月頃から始まって、そうだな、で、まあ、今年ちょっと本格的に、うん、あのビル持ってなかったな、でもそうやねもうこれよって言うからな、クリニックで2階塾ね、いいですね、あ医療ビルな、あれ医療ビルにしようと思ってたけどな、結構取り下げ、あそうだった結局あれはまあまだ出てこない、もうまあまあ気長に焦らず、なるほどね、うん、焦らず慌てず、まあじっくりと、まあ、諦めずって感じかな、諦めんともうねちっこくやっていこうかなと思う、そういう仕事なんで不動産って、うん、継続してやり続けるって大事、まあまあ楽しく、まあ豊富じゃないけど、まあ、まあ、そういうことだね、はいはいはい、分かりました。でまああとね、まあ、このコロナ、去年か、去年の3月ぐらいからか、日本では、わわわわ言い出して、でまあ、今、この2021年度の1月、これ、年明けでも、まあまあ、当分まだ続くと思いますよ、半年ぐらいは、ね、あの実際問題ね、で、まあ、どんな店舗ビジネスね、特に店舗ビジネスで、今ね、この去年の春先とか夏、以降、やっぱこの今年あと半年間、この1月から2021年の1月からまあ夏あたりまでしんどいと思うんですよ、店舗ビジネスやられてる時ね、まあただここをいろんなことをこう改革しながらね、イノベーションをこう進めていきながら、維持する、売り上げを維持する、もしくはさらに、売り上げ増、売上増というか、まあ、利益をさらに昨年、コロナの前よりもいい数字を叩き出せれば、もう本物なんですよ、ある意味、もう本物、まあ、何があっても持っていくともせんという、まあ、今その土台作り皆さんも頑張ってやっていただきたいなと思ってるので、まあ、我々もやっぱり、まあ、新たなこうね飲食経営というかね、であればもう一応コロナを経験してますから、それが新しいね、考え方で、コロナウィズコロナの格好で、本物の経営というかね、そういうのができる可能性があるということですね。そうそう、ただね、ただまあまあそれはもうその知恵を使って、知恵と行動力とで、まあ乗り切ることはできるんだけど、まあただ経済的にはまあ世界中全部そうですし、今日本の中もそう、やっぱり相対的にはやっぱり傷んでるわな、今後もまだまだ傷んだ、ただ現実問題、マーケット市場にはお金はやっぱり実際までダブついてるんでね、もうあの本当ストックマーケット見てもそうだし、世界中のストックマーケットもそうよ、で私こう今触ってる不動産もそう、下がらないのよ、本当に下がらない、下がらない、下がらないっていうのはどういうことかというと、下支えするマネーがやっぱりたくさん入ってきてるわけですよ、いわゆるね、わかります、ストックマーケットも一緒なんですよ、だから本当だったらガタガタっと崩れそうなものが、ちょっと値を下げるとやっぱり下から下支えするマネーがたくさん入ってくる、日本だけじゃなくて世界中から、だからお金は本当世界中ダブついてるんで、本当もう考え方というかやり方というか、そうですね、株上がってますからね、がもうねやっぱりそれだけお金がダブついてるんですよ、もうやっぱ現実の金融のね、金融大事ですよね、だわな、まあまあまだまだ株価にしてもストックマーケットにしてもそうです、不動産もそうだし、まあ僕特に不動産なんか今後もまあ場所によってだけど、安定して、なんて言うんだろう、安定した値持ちはできそうな気はしますよ、金利がこんだけ金利低い状態だと、やっぱり絶対にやっぱり物の方、物の方へやっぱりマネーは流れるんで、現実問題にこれだけ金利低いと、やっぱりどうしても、そうでしょ、そうですね、利用しやすいですよね、で、ある、まあ、事業家であったりとか、会社やってる経営者さんもそうですし、あとまあ
投資家もそうよ、うん、もうやっぱり、まあ、投資家のところはそうなんですけど、うん、実際まで実需のビジネスをやられてる経営者さんでもオーナーさんでも、うん、やっぱかなり気づいてるのはもうお金をマネーをストックしてもダメなんだと、うん、ストックしてるだけではダメなんだと、うん、本当に投資をしていかないとダメなんだっていうのにやっぱりこのコロナぐらいから一気にそんな感じになったんじゃないですか、うんうん、やっぱりお金を回してそこでフローを生むものにこう投資をしていくっていう形にはなってると思わないような、そうですね、現金だとやっぱりそこで止まってしまいますから、止まってるというよりも目減りすんのよ、うん、今現実問題じゃ金利 0.001 とかなんかわけのわからん金利じゃないですか、普通に定期預金でさえアホみたいな金利でしょ、うん、でそこに例えば送金お振り込みするときに560円とか880円とか取られるわけよ、うん、送金するだけで、うん、だから今の金利でお金を銀行に預けてたら多分その振り込み手数料とか、うん、まああと時間外の出金手数料とかここで多分マイナスになってると思うわ、現実問題、うん、現実問題はマイナス金利よ、うんうん、マイナスになってると思う、うん、だから置いとってもダメなんですよと、まあそうですね、うん、だからまあ、 あのこれエンジョイライフやから、うん、これからと起業しようっていう人とか、うん、まあ、これから、ね、自分で個人事業やってみようっていう若い人なんかもそうなんだけども、うん、やっぱお金をストックしてたら、うんうん、30万円でも40万円でも、うん、変えていかない、50万円でもやっぱ投資していく、はい、でその投資の中でも一番手堅いのが事業を起こすっていうこと、うん、自分で事業を起こしてそこに投資をする、うん、で例えば50万円、例えば50万円投資したら、うん、その50万円を投資して毎月毎月10万円の利益が上がる会社を作っていく、100万円投資したら毎月20万円の利益が上がる会社を作っていくってことなんですよ。ということは100万円投資して毎月20万をリターンできれば、ね、半年でもそれでペイできるわけ、まあ、いろんなそれぞれの経費もあるけど、まあ、そういう考え方を持ってもらわないとお給料をもらってストップしてるだけではダメなんですよっていう、ちょっと話また全然違うと思います、うん、抱負かよ、抱負をね、はいはい、10分ぐらいですかね、いや、見たし、見たし、締め、はい、とりあえず、今日赤もちょっと調子が、今年の抱負新年のね、フェラーリ見て勢いよとしてここに来て、あなたも、はいはい、でちょっと今日沈んでるわ、新年のね、抱負を、事業の抱負としてですね、まあ、面白い不動産をね、うん、まあ面白く、どんどん面白いと思ったビジネスを、ね、見つけることやっていきましょうか、見つけること、はい、見つけること、はい、はい、まあ、とりあえず、本年もよろしくお願いいたします。はい、最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちら、ぜひお願いします。